よし、揃ったな。ここ、景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近、モンドは様々な問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融やろ。そいつに騙されるな。哀れな理由よ。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う。この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン。バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろ、ジン。でも、その名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか、竜の涙でまた直せそうか？うん、こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。いや、罪の根源に代価を支払わせなければ。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ、偵察騎士を招集して追跡を。その必要はない。え、少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。え、それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛に溢れ始めた。とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でも、モンドではやってはならないことがあるとな。しもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。